視聴者の皆さん。視聴者の皆さん、新年明けましておめでとうございます。2023年改造チャンネルスタートです。改造チャンネル、新年明けましておめでとうございます。2023年新年明けましておめでとうございます。改造チャンネルですね、2023年いろんな方とコラボやっていこうと思ってます。まあ、YouTuber 含めですね、いろんな方からオファーをいただいてますので、その辺でやっていこうと思ってます。で、しんちゃんからの2023年の抱負をお願いします。なんかやる気ない顔してた。大丈夫かね、2023年。抱負ですね、改造チャンネルです、改造チャンネルの抱負、まあ、でも、そろそろバズりたいですよね。そうね、1年間なので、あれ、今年は年内に10万人達成させます。無理。まあね、無理って言ったら無理になるけ、まあ、その一応目標ね。あの、登録者数、登録者数を10万人売ってるんですか。売ってはないよね。って売りようかな。買っても意味ないですよね。買って元取れるか。そうですね、多分あれ、売ってはないけど、広告を出して、その費用対効果で集まったっていうことはあるかもしれないけど、でもなんか、抱負というか、まあ、去年、いろいろこうやってきて、コラボ企画とか、あと、なんでしょう、会社説明というか、やってきたじゃないですか。あれでこうお客さん来ましたみたいな声とかちょこちょこもらってたじゃないですか。そうですね。だからあの辺をもうちょっとこう、もっともっとみたいな部分で、こう改造チャンネルに関わる人たちが、まあ、少なくてもいいので、ちょっと得したなとか良かったなって、こうもっともっと思ってもらえるような、なんかことを続けていきたいなっていうのが。そうですね、なんか結構絡みたいというか、なんかこういう企画どうですかってお話はいただいてるので、そこをまずやっぱ実行できればと思ってますね。こっちはいいけど、そっち大丈夫みたいな方とかいらっしゃってじゃないですか。ああ、まあね、まあね、まあそこら辺もそうですね。ただやっぱお互いウィンウィンにならんといけんかなと思うので、そこら辺は打ち合わせをちゃんとやって今年はやっていこうと思いますね。じゃあ、ニエさんからの一言お願いします。私はね。じゃあ、そんな感じで2023年スタートいこうと思ってます。カイさんは、あ、俺そうね、俺の2023年の抱負、でも今なんとなく喋ったよ、僕のように勉強しただけ。そう、便乗中か、俺が言おうと思ったことを言った。絶対嘘。本当。っていうか、俺が思ったのは、要はやっぱ関わってくれてきだしたんで、みんな企業含めですね、そういう方たちと本当にコラボしていって、まあちょっと本当に好評今の段階ではできないんですけど、それなりのちょっとイベントに改造チャンネルとして関わろうと思ってますんで、皆さん乞うご期待。新司会もちょっとずつ今来てます。あ、そうね、それもあるよね。そうそうそう、その辺とだけど、やっぱ相当オファー来とるよ。そうですね、考えたらそれをちょっと本当計画的にやりましょう。相当っていうほどは来てないですけど。まあでも3件ぐらいは、いや、でも本当3件新司会の分まで合わせれば7件ぐらいはある。ああ、そうね、はい、それぐらいあるんで、そこを実行していきますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。